ニセコアンヌプリは、北海道後部市総合振興局かつニセコ積丹、小樽海岸国定公園内にある標高1308.2 メートルの火山。ニセコ火山群に属しニセコ連峰の主峰である。世界の四大スキー場の一つに数えられ、西側には岩尾ヌプリ、ニトヌプリ、チセヌプリなどの山々、北側にはワイスホルンがある。尻別川を挟んで羊蹄山の向かいにあり、世界的なスキー場のある山としても有名である。日本三百名山である。山頂には一等三角点が設置されている。ニセコアンヌプリのアイヌ語での名称は、ニセコアンヌプリで、意味は、ニセコアン別側の山とされている。ニセコアンヌプリの名は、明治時代の北海道庁の発行した地図にすでに、その名があるが、本来、この山を指すアイヌ語地名は、チセネ氏と松浦武四郎の残した資料などから推定され、総事峰であるニセコアンヌプリの山容はまさにその形状となっている。現在の山名は、この山が南西斜面を下るニセコアン別側の水源となっていることから、その前半部に山を指すアイヌ語の一つであるヌプリをつけたものとされている。なお、ニセコアン別側のアイヌ語名、ニセコアンペは、絶壁に向かっている川、あるいは峡谷にある川の意とされている。約70万年前から約25万年前に活動した火山で、安山岩質の溶岩流を繰り返し噴出した。25万年前以降は活動は見られず、その後は、チセヌプリやニトヌプリ、岩尾ヌプリなどに活動の場が移動している。山頂にあるコンクリート上に、ニセコ観測所跡なる石碑が立っている。これは、第二次世界大戦中の1943年から1945年の冬季に、北海道大学の中谷宇吉郎教授らの研究チームにより、軍事研究である冷戦を使った着氷実験が行われた場所である。実験中には、山頂でのプロペラ音やエンジン音が山麓まで届き、実験所の明かりも遠望できたという。ニセコアンヌプリでは1961年からスキー場が整備され、スキーリゾートとして知られている。付近一帯が、スキーリゾートを形成しており、ニセコアンヌプリ以外にニセコモイワスキー場が存在する。また周辺はニセコ温泉郷を形成しており、五色温泉、昆布温泉などの温泉も数多く存在する。ありがとうございます。